今回はアサヒ飲料のアンダーディープマウンテンを飲むよ。秋冬限定のやつですね。夏限定のアイスマウンテンの対になるデザインって感じだね。遠目だとモーニングショットにやや似てますが、自販機だと意外と目立ちますね。よく見ると微糖なんだよね。エスプレッソ仕立てであってエスプレッソじゃないので牛乳多めですね。乳系が多いけど原材料は普通だね。お豆の香りが漂ってきますね。割と茶色強めで濃そうだね。お味はどうですか？エスプレッソ好きな人にはたまらない味だね。つまり美味しいよ。甘みはたっぷりあるんだけど、爽やかで突き刺さる苦味のおかげでさっぱりとしてるね。最近のコーヒーにしては珍しいですね。濃いめのコーヒーはドロッとしたのが多いけど、これはサラッと系だね。ほろ苦微糖は偽りなし。人によってはほろ苦の範疇を超えるけどね。ということで今回はこの辺で。次回をお楽しみに。